い、大家好、チンセです。今日もよろしくお願いいたします。今日の内容は正踢腿。武術の中にたくさんの足を使っての蹴り技があります。正踢腿、側踢腿、離合腿、外摆腿、弹腿、側踹腿などなどたくさんあります。今日の正踢腿、みんな一緒にしていただく正踢腿は一番重要な基礎蹴り技です。必ず最初みんな武術習うと足の蹴り技はこの正踢腿一番目だし、そして一番重要なこの基礎正踢腿は必ずしっかりして、そして他の蹴り技はうまく生かすことはできますので、ぜひ今日一回一緒に、練習していきましょう。お願いいたします。それでは今日のレッスン始めます。正踢腿の時、まず手の形、手の形は4本指しっかり揃って掌、手の形は掌なって、そして体はまっすぐ立て、ね、立ち姿勢、前練習したの立ち姿勢そのまま、そして両手頭の上から、ね、下ろして、体の横に下ろして、そして腕の高さ、肩の高さです。指先は上に向いて、両手の手のひらは外に向いてください。この形、今その腕結構伸びてて痛い、ちょっと慣れてきたら痛くなくなりますので、ちょっとこのぐらい頑張ってください。すごい背中とか腕の練習もなりますので、ね、まずこれ用意の準備の姿勢です。はい、 OK。 次、足蹴る時の形です。蹴るときは片足ずつ蹴っていきますので、一回私蹴りながら説明していきますね。一応斜め、分かりやすいので斜めに向かってちょっと蹴ります。先の準備、用意する姿、まず綺麗にしていただいて、ね、よく絡みたらな、この感じ、よろまないように気をつけてください。ちゃんと、ね、気合入って、そして右の足蹴るときは左の足一歩歩くみたいに一歩出して、そして右の足、はい、まっすぐ蹴っていきます。で、次、直した足、右の足一歩出して左の足蹴ります。そして交代交代、左右ね、蹴っていきます。で、多分先見たらよく、あ、なんかカンフーの足蹴るときは、今回の正踢腿正面蹴りはつま先なんだ、まっすぐじゃない、そうなんです。正踢腿はこのつま先はおでこに向かって蹴ってるので、足首はね、反ってます、反ってますので、それは一番大きなポイント。あとで最後の時、なんで足首反ってるのは、その意味また説明させていただきますので、まず今はね、足首反ってるのは必ず守っていただきます。この感じで足交代交代して、そしてつま先反って、そしてもう一つは膝は蹴る時、みんな見たらわかります、絶対曲がらないように気をつけてください。膝はまっすぐ、姿勢はずっとそのままね、やっていきますので、そして私は、右の足左の足1回ずつ蹴りますので、見本としてやりますので1回見てくださいね。まず、ね、準備の立ち姿勢、右の足まず蹴ります。反対の足、左の足蹴ります。
この感じです。だから足の、蹴りながら姿勢はまっすぐ、目も前に見ていただきたい。私は今はね、おでこのところまで、向かって蹴りまして、最初の初心者の方、あと姿勢今また、守らない方は絶対低くから行きます。ね。このまっすぐのまま、低いのまま、自分できる高さでいいのでやっていきます。はい、まず皆さん一緒に。立ち姿勢。はい、用意。左の足出して、右の足蹴る。そう。はい、じゃあ次、右の足出して、左の足蹴る。はい、OK。もう一回一緒に行きますよ。はい、まず、立ち姿勢。それでは、用意。じゃあ行きます。左の足出して右。それで1と言いますね。1、右の足。はい、2、左の足蹴りますので、右の足まず一歩出してください。2。はい、OK。ね、これで繰り返して。ね、例えば、場所はそんなにないから、2回終わったらまた反対に向いて、ね、反対向いて、はい、繰り返して、1、はい、2、それで終わって、もう1回戻って、この手の形すごい大事なので、ね、できるだけ緩まないように、手はずっと、そしたら全身のコントロールの練習にもなりますので、そして今みんなは蹴るの練習をね、ちょっと練習しまして、次足落とした時のポイントを言いますので、これもすごい大事なので、先みんな見て分かったと思います。蹴り終わって、パッ、こう足直す時、爽やかで軽く、ね、軽々しい。こう直していただかないといけない。すぐこの直した足、なぜ軽く落とさないといけないって言ったら、先も練習したらわかると思いますので、右の足直して、すぐ一歩出して、左の足行かないといけないので、ね、だから、こう、こう、どん、はい、こう姿勢も、どん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 、歪んでいきますので、だから、こう支えてる足はずっとバランスとコントロールをとってね、この感じでやっていきますので、支えてる足しっかり、足直すときね、別に全体力下ろさないでほしい。ただ直しですぐ、はい、前に出せれる状態、つまりこのスピード必要。一回見てね、軽く直してすぐ出せれるの、スピード必要の時は、連続2回の時は、この感じ。ね、こういう感じで行かないといけないので、下ろしてすぐ次行かないといけないので、あと、カンフの中に、やっぱりこう、一人の相手じゃないから、これ足蹴って、終わって、すぐ次の動き行かないといけないので、ね、パターンでして、次の動き行くまでの時間長かったら、やられるじゃないですか。だから、この足、直して、ね、次、パッ、すぐ、次の動き行けるようにしないといけないのでね。パン、パッ、ダー、この感じ。支えてのバランスは、すごい、支えて、この、同じの足、ね、ずっと直してすぐ次、ずっと直してすぐ次行けるようにしないといけない。だから直すときは軽く、わざと、大人よりも全身の支え必要。ね、こう直すときに、体幹全体的の支え必要。で、結構カンフの中に、この一つ技じゃないからね、パー、パー、ね、すぐこの足、いろいろ使いますので、直す、軽く直すのは
すごいポイントです。それではもう一回先スピード結構早い、いつスピード上げたらいいとみんな質問あると思います。足の高さ腰超えた時スピード上げてください。今の話は上級者、つまりちょっと基礎とかカンプやったことある方、初心者の方スピード考えなくて結構です。でもいつか知りたい時は、あ、そういえば思い出していただいたら OK です。で、スピード上げる時、例えば最初からスピード上げる時肩苦しくて最初は力抜いて腰超えた時スピード上げてください。今のは本当に上級者、ちょっとカンフやってる方、どうぞ必ずこういう風にやってくださいね。一回その様子やります、見てくださいね。軽くして腰超えた時スピード上げてくださいね。腰超えてパッてスピード上げてください。そしたらリキッドパッつま先に伝わるようになりますので、ぜひずっとやってる方、ずっとこの、武術長年やってる方、もうちょっとこの意識してお願いします。そしてこの正体というの、なんでつま先まっすぐじゃない、なんでつま先反ってるのが今いますね。一応例えば多分たくさんのカンフー映画みんな見たことあります。後ろパッ相手こう何人たたたたたかって後ろから一人自分パッてこれを手押さられて動かない時どうする。そしてね、自分の足しか上げれないので、その時相手やっぱり自分手を動かさないようにした時顔前に来てるので、そしてだいたい顔横になりますので、頭ね、もし自分された時は相手の顔とか頭ここにあるので、だから今の正体腿、つまりつま先で相手の体蹴るね、つまりこういう動かないけれどもパッ相手の顔パンって蹴る、体避けながらね、体その時今そして基礎なので体まっすぐね、まっすぐ体幹の練習とか全部練習します。使う時はもうバランス取れるので支えてる足生かしたらいいと思います。その時は体ちょっと避けて足パッて開いてドーラスというイメージで、例えばこうパッスピード上げてパッて手なくてもいける。それだからこれは正体腿のつま先、なぜ自分のおでこ向かって練習するという意味です。そしてなぜとこの意味大事と言ってたら、やっぱり初心者の方分かってつま先向くことによって後ろの筋すごい、あと筋肉もすごい伸びるので、ぜひそれを意識して、あえてなくてもあえていないけれども一応意味分かってこう動いて家でやってみて、すごい体にいい、ね、腰から全部伸びますので、ぜひその意味想像して無理せず体験やってください。お願いしますね。あと上級者の方、ぜひ先のスピードの上げ方と足の下ろした時、これは足下ろした時のウィンドウは初心者と上級者関係なくお願いしたいね。やっぱりこの体幹の練習ね、すごいので、これダブンダブンで絶対ブーダメです、あかんでね、になりますので、すごい一番見たらめっちゃシンプルで基礎な動きね。だけどこれでずっと繰り返してやっていくと本当に体の期待いろいろできます。そしてこれちゃんとしっかりねできたら、他の蹴り技はすごい、生かすことは
簡単で綺麗になりますので、最後一緒に4回やります。4回で2往復やります。2往復つまり右4回左4回一緒にやります。お願いします。私も、1回ずつじっくりやっていきますので一緒にお願いします。はい、立ち姿勢、よい、1、2、はい、じゃあ反対向いて、はい、次は斜めします。斜めにみんな分かりやすいように、あ、1、そう、斜めに向かってね、足斜めじゃなく、2、はい、OK、 はい、じゃあ3回ね、いきます。お、よーい、あ、こっちに向いたら分かりやすいですよね。あ、1、2、はい、OK、 はい、それでは4回いきますので最後1回ね、はい、よーい、いくで、1、2、はい、OK、 今日は正体でした。ぜひ家でね、初心者の方、本当に低くでやっていきましょう。ポイントは姿勢まっすぐ、手まっすぐ、そして下ろすとき軽くお願いします。はい、今日もありがとうございました。正踢腿練習してください。また明日、バイバイ。チャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。またね、バイバイ。